本庁舎のあり方については、本市誕生以来、残された大変重要な課題として、長年にわたり、さまざまな観点から検討を積み重ねてきました。私も市長に就任して以来、この課題に方向性を示すことを自らの責務として取り組んできたところです。平成12年度に浦和市、大宮市、与野市の旧3市の合併において、多くの関係者のご尽力により合併協定書が結ばれました。そこには将来の新市の事務所の位置については、埼玉新都心周辺地域が望ましいとの意見を踏まえ、新市成立後、新市は交通の事情、他の観光所との関係など、市民の利便性を考慮し、将来の新市の事務所の位置について検討するものとするとされています。検討の経緯の中で、特に埼玉市本庁舎整備審議会では、24年度から29年度までの5年余りにわたり、市民の代表者や学識経験者等を含めた委員の皆様に様々な議論、審議を重ねていただき、平成30年度に本庁舎の整備に必要な事項について答申をいただきました。その後、市において様々な検討、調査を行い、今年の2月に本庁舎整備等に係る基本的な考え方として、市役所の移転と現庁舎地の利活用の方針をお示したところです。次に、10年後の新庁舎移転整備と現庁舎地利活用の方向性の発表に至った3つの考え方や検討経緯についてお話をします。まず1つ目は、1棟に係る検討です。1棟に係る検討については、5年余り、21回にわたり開催された本庁舎整備審議会において、まず本庁舎の在り方を方向づける基本的な考え方及び機能について整理がなされ、それに照らして規模、位置などの審議が進められました。特に位置については、基本的な考え方における都市づくりの一翼を担う庁舎の観点から、2つの都心に含まれる浦和駅、大宮駅、埼玉新都心駅のエリアを候補地として、防災性、シンボル性、交通利便性などの視点から議論をいただいた結果、埼玉新都心駅周辺、半径800メートル圏内が最も望ましいとの答申をいただきました。その後、市の調査により、答申で示された諸条件を満たす新都心の3つの土地について比較検討を行い、埼玉新都心バスターミナル岡街区を候補地として選定しました。2つ目は、現庁舎の現状についてです。現庁舎は昭和51年に浦和市役所として建設され、建築後すでに45年が経過しています。令和元年に建物の劣化状況などの調査を行った結果、鉄筋の腐食や広範囲の漏水などが分かり、60年を超えて使用した場合、人的被害につながる懸念があることから、現庁舎の目標使用年数は60年、令和18年までとなりました。さらに、現庁舎を維持していくための管理経費や修繕費などについて、使用年数を前倒しして新庁舎を整備することで縮減できることが分かり、他市の整備期間の実績なども踏まえ、10年後の令和13年度の移転整備を目指すこととしました。3つ目は、本市の将来を見据えた街づくりの推進についてです。今後、本市の街づくりは、浦和駅周辺地区と大宮駅周辺、埼玉新都心周辺地区の2都心がそれぞれの特徴、強みを生かし、都心を一体的に発展させ、副都心とネットワークで結ぶことにより、本市全体が発展していくことを目指していきます。具体的には、県都である浦和の文教という強みを生かした現庁舎地の利活用、
仮称浦和駅周辺まちづくりビジョンによるまちづくりを推進するとともに、東日本の大流拠点である大宮の商業という強みを生かし、大宮駅グランドセントラルステーション化構想などを推進してまいります。これと合わせて合併の象徴であり市の中心である埼玉新都心に新庁舎を整備することにより全市的な発展を目指してまいります。以上3つの考え方や検討を踏まえた本市の方針として、新庁舎の移転整備は10年後の令和13年度に埼玉新都心バスターミナル保加街区への移転を目指してまいります。